4月28日に行われました第52回 JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会デイワンの模様をお送りいたします。コースは群馬サイクルスポーツセンター 6km サーキットコース、1周 6km を合計17周、総距離 102km で行われます。今回のレースレーティングは AA レーティング。さあレーススタートいたしました。さあいよいよこの52回目を迎える東日本ロードクラシック、まあ、この伝統のレースね、誰が制するんでしょうか ね、はい。さあレース序盤なんですがアタック合戦が繰り広げられますが、これなかなか決まらなかったですね。そうなんですよ、もうね、こう数えきれないアタック繰り返されるんですけども、しっかりとした逃げが決まらないんですよね、はい。さあここでですね、残り9周回シマノの中田拓也がアタック仕掛けます。さあこれ単独でね、島のレーシング行きましたけども、ここにブリヂストンの堀選手とアメザ選手がジョインします。そうなんですよ、これで追いついて3名ということになりますね。さあそしてそのプロトンまでのタイムギャップなんですが、最大で50秒にまで広がります。まあだんだんと後続の集団がですね、この3人を詰めていくんですが、はい、このあとここですね、アメザ選手仕掛けましたね。はい、島の中田がここでドロップ。さあここからアメザ選手単独でいきますが、やはり昨年ジャパンカップ3位の実力が ねしっかりこう、はい、示せてますよね、うん。さあ残りあと2周、ブリッツェンのアメザワがトップ。しかしプロトンマトリックスの佐野純也がペースを上げていきます。これすごかったですね、微妙な、ね、15秒ぐらいの差がなかなか詰まらないんですよ、粘るです、うん、とにかくアメザ選手。さあそしてですね、ここの後ですよね、ここですよね、はい、ブリッツェンのアメザワ選手がここで吸収されていきますが、残りあと1周ラストラップ、先頭はブリッツェンの増田、そしてブリッツェンの鈴木、そして紀南の中島という展開です。まあ、ブリッツェン総合力あるからこうどんどん攻めていきますけども、でもなかなかやっぱね最後逃がしてもらえないで、今回最後ラストですけど11名ぐらいに絞られましたが、はい、アタック、ね、あの逃げというよりは絞られた感じですよね、うん。さあそう、精査されたような状態で、やっていきました。さあそしてですね、先頭はブリヂストンの久保木和重、そしてブリッツェンは岡敦を含む11名なんですが、ここでスプリントです。岡選手がここで出ましたね、完璧なスプリント、岡選手伸びるスプリントなんですが、その後ろから刺していきます、久保木和重、ここでスプリント、ここで刺しましたね、すごいレースの展開でした。いや岡選手のこう完璧なスプリントだったんですが、そこを久保木選手上回ってきましたね。いやすごいスプリントだったなと、中堀選手の逃げが良くてね、はい、しっかりとそれをつないで最後久保木選手、うん、エースの役目果たしました。さすがのスプリントでした。5人しかいないんで、本当に今日はそれぞれがしっかり仕事をしてチェックして動いてっていう作戦でいって、で前半大久保選手、最後に堀選手がしっかりと動いてくれて、で結果的に僕は足は溜めれたのかなっていうふうに振り返りますね。さあそれでは改めてリザルトをご紹介いたしましょう。第1位はチームブリヂストンサイクリングの久保木和重、そして第2位は宇都宮ブリッツェンの岡敦、3位はマトリックスパータグのアイラン・フェルナンデス・カソソラ、そして第4位は島のレーシングチームの入部翔太郎、そして第5位は宇都宮ブリッツェンの増田成幸選手でした。以上第52回 JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会デイワンの模様をお送りいたしました。さあ変わっては4月29日に行われました第52回 JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会デイ2の模様をお送りいたします。コースは昨日に引き続きまして、ここ群馬サイクルスポーツセンター 6km サーキットコース、1周6キロ合計22周、総距離 132km で行われます。レースレーティングが4つの A クワトロ A レーティングというものなんですね。さあレース序盤なんですが、アタックなかなか決まらなかったですね。そうなんです、各チームね単独でのアタックは多いんですけども、はい、複数入れたエスケープがなかなか決まりづらかったんですが、ブリッツェン、かなり積極的にいってましたね。そうですね。さあここで松田とそして安原大輝が抜け出していきますね。そしてここで追走で3名が加わって合計で5名の先頭になります。まあ、かなりあの宇都宮ブリッツェンのこのね、総合力の高さが目立つ展開にはなりましたが、はい、しっかりとマトリックスがこれをですね、チェックしていくんですよね。そうですよね。さあということで8名が追走ということですね。そしてここで間もなく
追走8名が先頭の5名にジョインしていきます。まあ目まぐるしい展開でありましたけれども、はい、さあここで追いつきました、19名の先頭集団になっていくわけですね。この19名ですけどほぼほぼエース級や主要チームが入ったので、もうこの19名の中でねほぼ優勝はこの中から生まれるんですけども、はい、まあ、ここですよね。ここだ、ポイントとなったホセ選手。そう、これ強引にアタックして石橋選手突ききれない。さあここで単独です。単独アタックをホセが決めていくが、ここですね大川敦史選手が追走。そしてそのタイムギャップなんですけど20秒、ね、これがね詰め切れないんですよ。そうなんですよね。ここが宇都宮ブリッツなんでね一つの誤算でしたよね。なるほど。さあそしてそのままホセが先頭のままでラストラップに入っていきます。まあ、ここで宇都宮ブリッテンとしてはこのまま行ったらホセに逃げ切られてしまうので、増田選手と鈴木譲がこれ捨て身で引くんですよ、はい、最後鈴木龍選手のスプリントにかけて行くんですけども、うん、まあ、ここで、増田選手と鈴木譲選手しっかりとキャッチ。そうですね、ここで一旦ホセが、まあ、戻ったような状態になりますね。さあそしてここの上がっていきますが、ラストの心臓破りですが、ここでは大きな動きはなく、そしてここですね、ここで島野の入部選手がアタックしていきます。そこに追走反応していきます。大川敦がここで追走アタック。さあここがラストスプリント、久保木和重選手が伸びますね。そしてここからおお来ました、マトリックスの、おどっちで並ぶこちらが久保木か、どうだ、ちょっと肉眼では分からなかったですよ。さあプレイバックです。いやと、いやこれはこのハンドルの投げてそうですね。そうなんですよね、アイランフェルナンデス片空が見事勝利を使いましたね。いや昨日の久保木選手のこのスプリントを見たら久保木が勝つかと思ったんですけど、ね、はい、アイランでした。はい、監督がペチペチ叩いてます。安原監督嬉しそうですね。アイランフェルナンデス片空選手は、来日してから今回で3勝目ということになりますね。はい、今日よかった、私はめっちゃ嬉しいです。いやアイラン嬉しそうでした ね。さあそれではリザルトをご紹介いたしましょう。優勝したのはマトリックスパータグのアイラン・フェルナンデス・カサトラ、そして第2位はチームブリヂストンサイクリングの久保木和重、そして第3位は宇都宮ブリッツ店の鈴木龍、第4位はマトリックスパータグの安原大輝、そして第5位は島のレーシングチームの入部翔太郎でした。以上第52回 JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会 Day2 の模様をお送りいたしました。